熊本から世界へ羽ばたけミラクルアスリート、未来を切り開く挑戦者たち、最瞬間誓約書ミラクルアスリート。パーク内に設置された障害物をスケートボードに乗って飛び越え華麗に滑っていく、はにかむ笑顔が素敵な女の子、小学6年生のスケーター松本いぶきさん。数々の大会で優秀な成績を残し、アマチュアの全国大会では女子日本一に、さらに今年4月に行われたオリンピックのメダリストなど日本のトップスケーターが参加する大会で、なんと東京オリンピック銅メダリストを抑えて準優勝。現在小学生で唯一強化指定選手に選ばれている期待の新星です。今この路面が悪い中で滑ってるんですけど、東京のパークとか行ったら路面がツルツルだから、その分スピードが乗って高く飛んだり奥に飛べたりするから、そこは自分の強みかなと。そして競技で最も重要とされるトリックでは、背中側から入り体を270度回転させボードをレールに滑らせる難易度の高いトリックをやってのけます。さらにボードを横に1回転させタイヤがついた金属部分をレールに滑らせる高難度のトリック、バックサイドフリップ50-50。世界の女子選手でもやっている人がいないこのトリックも成功をイメージして何度も何度もチャレンジ。そして見事成功。成功率を上げるためには何回も何回もやって、何度も何度も繰り返しトリックの練習に取り組む松本さん。驚きはその練習量。週6ぐらいやって、休みの日は10時間ぐらいやってます。努力に努力を重ねる天才スケーター。松本さんが目指すものとは、こう世界大会に出て優勝して、それをずっと保っていくこと。松本さんの夢を叶えるパワーワード、やればやるほど上手くなるです。小さい頃からこの言葉でお父さんから励まされたからです。未来を切り開けミラクルアスリート。